はい、松尾 TV でーす。はい、皆さん、今日はですね、僕の人生で一番今までで高い買い物をしましたので、今日はね、皆さんにそれをご紹介しちゃいたいと思います。いやー、買っちゃった。今までで一番だと思います。なんか学費とか以外、うん、で一番高い買い物だと思いますね。って言ってもそこまでいい値段ではないかもしれない。というのも、なんか YouTuber の方ってさ、結構動画の企画とかでさ、いい金額使ってる方多いじゃないですか。だからそういう方々と比べると、あれ、それぐらいかって思っちゃうかもしれないですけど、僕としては結構、あ、いい金額かまったなと思っちゃうようなものでございます。そもそもね、僕そんなにお金使わないんですよね。うん、車持ってないですし、うん、家もなんか他のそういうね、方と YouTuber さんと比べたらそんなに値段もしないところですし、あとこういう貴金属っていうんですか、うん、腕時計とかそういうのもあんまり買わないですし、うん、まあ、ただね、全く使ってなくはなく、まあ、こういうさ、水槽だったり自分の好きなことに関してはね、お金使ったりはするんですけど、まあ、もうすごいお金使ってるタイプの人間ではないんで、あれ、そんぐらいって思っちゃう方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕の中では今までで一番なんですよね。はい、ということで、はい、値段からまず発表しましょうか。値段がですね、で160万円でーす。かっこ税込み。あれ、160万かと思うかもしれないですけど、160万円ですよ。すごくないですかね。え、車買えちゃうじゃん。そんな大きい買い物を一体何を買ったと思いますか？想像つきますでしょうか？はい、じゃあ早速皆さんに買ったものをご紹介したいと思います。じゃあちょっと持ってこよう。ということで、僕が買ったのはこちらでございます。よいしょ。こちらでございます。まあ、サイズ的にはまあなんかね、僕の、うん、1メートルぐらいなんかありそうな、1メートルもないか、うん、ぐらいな段ボールがこういう風にありますが、ちょっともうこれで分かった方いらっしゃいますでしょうかね。なんとなく分かる人はもう分かっちゃうんじゃないかなと思いますけど、ではこの箱の開け方で分かる人もいるかもしれませんが、ではお見せしましょう。いきます、オープン。タラーン、タラーン、タラーン。ということで、僕の人生で一番高い買い物はこちらの iMac Pro フルカスタムでございます。買っちゃったよー。なんでこんな買い物した時ってこう嬉しいんでしょうか。なんかワクワク感がね、たまらないですねちょっと疑問に思った方ももしかしたらいらっしゃるんじゃないかな。というのもね、僕ですね、こちらです。去年ね、ゲーミング PC のさ、Windows のゲーミング PC、これもなかなかいい金額したんですけど、これを買ったり、もう iMac もすでに持ってるんですね。で、なのになぜそんなに高い買い物、うん、するんだ。あ、YouTuber だから動画のネタのために買ったのかってね、思う方もいるかもしれないんですが、全然ね、そういうことではないんです。というのもね、実は去年、Windows のゲーミング PC を買いました。で、すごくね、今までより編集が早くできるようにはなったんですよ。で、iMac から Windows のパソコンに変えてよかったな、よかったな、よかったなってずっと思ってたんですけど、使い続けていくうちにですね、なんかね、編集とか作業とかしてても何かね、 Mac を使ってる時のとは違ったストレスがねかかるんですよね。ただこういう風に言っても多分ね、皆さん感覚的に分かんないと思うんですけど、どう言ったら伝わるかなと思ったら、スポーツとか趣味の世界
で言うと、例えばね、野球やってる人だったらさ、なんかバットなんて全部同じさ、木製とかさ、金属だったりするじゃないですか。でも、なんか微妙にこうグリップの巻き方でさ、違かったりしません？なんかこっちの方が打ちやすいんだよなとか。サッカーやる人だったらスパイクとかもそうじゃないですか。同じ生地で同じ風に使ってるはずなのに、なんかこっちの方が俺には合ってんだよなって。バスケする人はバッシュ。楽器やる人だったら、同じ楽器なのにこっちの方が音がいいな、音が出やすくて吹きやすいなみたいな、まあそういうね、ちょっとした感覚の世界なんですけど、それって毎日使うものだと本当にね、大きい違いになってくるんで、ちょっと奮発して買っちゃいました。では、箱パッカーンの儀行かせていただきます。オープンからのパッカーン。おー、これキーボードだ。10キーもついてるキーボード。今まではさ、銀色だったけど、 iMac Pro からこういうさ、黒になりましたね。灰色っていうか。こちらトラックパッドですね。まあ指でこうやるやつ、マウスでございます。今までは銀色のマウスだったんですけど、黒でなんか高級感ある感じがするね。こちら本体をオープンしていきましょう。もう傷がつかないようにさ、こういうなんていうのかな、布でこう覆われてるのがまた素晴らしいです。スーツみたいだね。では、オープン。あれ、オープン。おお、おお、 iMac Pro だ。すごくいろんなことが早くなるようですんで、はい、これからこれを使っていくのが楽しみです。本当は電源入れてちょっとお見せしたいところなんですけど、そうすると設定とかがね、またむちゃくちゃ長い時間かかると思うんで、今日はちょっとここまでにしようかな。あー、ということで、今回は僕の人生で今までで一番高い買い物、iMac Pro を買っちゃったよっていう動画でした。これを買ったことによってね、皆さんにね、動画がもう少し面白いとかね、楽しいと思っていただけるような動画を作れるように、これからも頑張っていきますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。わー、ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。買っちゃった、買っちゃった。チャンネル登録、高評価、よかったらお願いします。他の動画もぜひチェックしてってね。